賑やかだね。初めてですか、こういうところは。うん、家にいた時はいろいろうるさかったから。でも一度来てみたいと思ってたんだ。よかった。マモルさん最近元気ないから、たまにはパーッと遊んだ方がいいです。ありがとう、そうするよ。この店です。こういう雰囲気なんだ。マモルさん、踊りませんか？え？でも僕ダンス知らないから。大丈夫ですよ。ほら、ね、なかなか楽しいでしょ。うん、楽しいよ。あれ、みゆきじゃん。ほんとだ、みゆきだ。ひょっとして隣にいるの彼氏？あ、ねえ、彼氏どこの学校？僕は僕だってさ、すごいお坊ちゃんって感じ。っていうか、お坊ちゃまなんじゃん。あの、おお、みゆきじゃん。ケンジ、しけた彼くれてんじゃん。これからみんなでドライブなんだ。お前も来いよ。俺、新しい車買ったんだぜ。トリノ 2000GT 新車だ。乗りてえだろ。やっぱ車はトリノ 2000GT よね。この界隈では持ってるのケンジだけだし。やっぱ夜のベイエリアを走るのが最高よね。そういえばさ、ミユキってなんだかノリ悪くなってない？悪いよね、ノリ。いいっていいって、特別に連れてってやるだろ。来いよ。行こう、ミユキさん。この店は楽しかったけど、この人たちはくだらないよ。うん、くだらないって何よ。私たちがくだらないっていうの？おい、お前生意気だぜ。くだらないものはくだらないさ。なんだと？どうしたの？まさか、またカイロボットが。逃げなきゃ、やばいぞ。こんな近くまで来てるよ。またしてる姿だ。レーダーに映らないから警報が遅れたんだ。
ありがとう。どういたしまして。あの、ごめんね、さっき。いいよ、さ、帰ろう、みゆきさん。お坊ちゃま、こんな時間にご帰宅ですか。え、あの、今回のことはお父様にご報告いたします。あの、私はお坊ちゃまをそのようにお育てしたつもりはありませんぞ。そもそも王座の跡取りたるもの。まもるくん、お客さんよ。客？いや、あなたがあのロボット。いや、そうか。あなたは？おっと、これは失礼。カニ鉄人鳥の支店の店長、海野康ってものです。カニ鉄人？最近トリノに支店を開いたんですが、いや助かるな。カイロボットが攻めてきてもうちの店は安泰なんだから。みんなあなたのおかげ。はあ、これからもどうぞよろしく。あ、これうちの店のスペシャル食事券。ゴージャスなコース料理が無料だからさ、一度食べに来てよ。どうも。今忙しいのよ。誰かさんが町を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。鳥の市民から寄付を募るって手があるけど、あまりおすすめできないわね。マモルさん、カニ食べに行きませんか？カニ？ほら、前にもらった食事券、期限は今日までなんですよ。せっかくだから行きましょう。あ、ごめん、約束があるんだ。お待たせ。さ、行きましょう。いらっしゃいませ。私、ナポレオンパイとミルフィーユとチーズケーキね。紅茶はダージリン。そんなに食べるの？悪い？いや、もちろんあなたのおごりだからね。あ、うん、もちろん。この店のアイス美味しいのよね。ごちそうさま、マモルくん。今日は僕が誘ったんだし、当然だよ。あとはここでご飯を食べようかな。あの、そろそろ教えてくれてもいいだろう？あのロボットのこと。
それに君は一体何者なの？私お腹が空いてると口が固くなるのよね。仕方ない。幸いにもスペシャル食事券を持ってるし、これを使おう。ごちそうさま。美味しかったわ。でさ、さっきの話の続きなんだけど、お腹もいっぱいになったし、今日は解散かな。え、そんな。うまそうね。じゃあもう少しだけ付き合ってあげようかな。なんとか聞き出さなきゃ、彼女の秘密。どうやら偽物みたいね。偽物？そういうことなら本物でやっつけてやる。We'll be right back.
ロボットの操縦上手くなったね。それにさ、かっこよかったよ。え、そう？ところでさ、マモルくんのお父さんってどんな人？え、どうしたの突然？なんとなく聞いてみたくなって。あ、うん。世界一の金持ちで、偉い人間で、仕事がとても忙しい。お金を稼ぐことが何より大事で、それ以外のことには興味ないんだ。お金持ちにはよくあるタイプさ。あまり褒められた人種じゃないよ。そうかしらね。ん？忙しくても時々守君のことを思い出してるかもしれない。そんなことないよ。いつもは仕事で忙しくてもきっと守君のこと大事に思ってるよ。そんなことない。私の父さん死んだって聞いてたの、ずっと。でも生きてたって知ったんだ、最近ね。私と母さんを置いてった身勝手な父さん、今頃現れてさ、ずるいよね。でもさ、なんか嬉しかったりもするのよね。とにかく生きててくれたこと、少しでも私のこと気にかけててくれたこと。ごめん、変な話しちゃって。でもなんかスッとしたな。ありがとう、聞いてくれて。じゃあまたね。またね。なんかごまかされた感じ。今忙しいのよ。誰かさんが町を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。鳥の市民から寄付を募るって手があるけど、あまりおすすめできないわね。マモル君、どうしました？新兵器ですか。話がわかりますね。こんなこともあろうかと、いろいろな開発プランを立てておきましたよ。どのロボットに新兵器を取り付けたいのですか？ペルスバル最強の技、10億ボルトの電気光線です。
ありがとう。どういたしまして。あの、ごめんね、さっき。いいよ。さ、帰ろう、みゆきさん。お坊ちゃま、こんな時間にご帰宅ですか。え、あの、今回のことはお父様にご報告いたします。あの、私はお坊ちゃまをそのようにお育てしたつもりはありませんぞ。そもそも王座の跡取りたるもの、守るくん、お客様よ。客？いや、困るよ、ほんと困る。あ、あなたは？カニ鉄人鳥の支店の店長、海野康ってものです。はあ、カニ鉄人。先月鳥の支店をオープンしたばっかりだったんだけど、いや困ったな。大きなカニの看板がぺしゃんこ、ロボットのぶっとい足に踏んづけられて。あ、今日の戦いで。いや参った、ほんと勘弁してよ。それはご迷惑をおかけしました。うちの店の食事券これあげるからさ、カニでも食べて元気つけて、これからは気をつけてよ。守るさん、カニ食べに行きませんか。カニ？ほら、前にもらった食事券、期限が今日までなんですよ。せっかくだから行きましょう。あ、ごめん、約束があるんだ。お待たせ。さ、行きましょう。いらっしゃいませ。私、ナポレオンパイとミルフィーユとチーズケーキね。紅茶はダージリン。そんなに食べるの？悪い？いや、もちろんあなたのおごりだからね。あ、うん、もちろん。この店のアイス美味しいのよね。ごちそうさま、マモルくん。今日は僕が誘ったんだし、当然だよ。あとはここでご飯を食べようかな。あの、そろそろ教えてくれてもいいだろう、あのロボットのこと。それに、君は一体何者なの？私、お腹が空いてると口が固くなるのよね。やあ、マモルくんじゃないですか。あ、博士。可愛い彼女ですね。マモルくんもなかなかやるじゃないですか。え、いや、彼女は。隠さなくてもいいですよ。デート中なんでしょ。ここに食事に寄ったんですか。
私が誘っても来なかったのに、どういうことなんですか？あ、みゆきさん！私とは来なくても、お隣の彼女とは来るわけですか。いや、これは…さあ、早く入りましょう。どうやら偽物ですね。偽物？そういうことなら本物でやっつけてやる。